はい、皆さんこんにちは、塚本です。今日、ご紹介したいのがですね、ハンドルノブ、まあこれも非常に人気の商品なんですけれども、素材は EVA ですね。 EVA、 かなり硬い EVA なんですけれども、でその EVA を使って、こういうこうカモフラ柄といいますか、何色かこうね、入ってるようなそういう、こう派手めのノブです。まあ、こういうふうなこう派手なカラーの、ノブになります。ですね、ハンドルノブ自体は僕は結構まあ、メーカーさんによっていろんなのあるじゃないですか。平べったいやつだったり、ちっちゃいやつだったりとかってあるんですけれども、でそのノブがね、まあまあ好みはまあいろいろあると思うんですよね。けどノブがね、あんまりこうリールによって違うっていうのがあんま好きじゃなくて、タックルこう持ち替えた時にで、ね、違うリールになるとなんかノブが形状全く違うとかっていうのが、まあ、あんま好きじゃなくて、ちょっと統一したいなっていうのと、でそれと素材ですよね。こう使ってるうちにこう夏場とかにこうなんていうんですかね、ベタベタしちゃうというか、ああいうのがあんまり好きじゃなくて、でなるべくだったらこういう、こうシンプルな形状で、なおかつこう滑りにくさも持ちながら、でこうベタベタしない、劣化しないみたいな、そういうのがね、ないだろうかということで、いろいろ探して、ないんでしょうがないんで自分で作りましょうということで作ったノブです。だからまあね、色合いみたいなものは、まあ僕はちょっとこういう何ていうんですかね、真っ黒のリールっていうんですかね、真っ黒のタックルでもいいんですよ。これ真っ黒なタックルの中にこう派手なこうワンポイントがこう入ってるみたいな、でそういうのがね、ちょっとこうかっこいいなぁと思うたちでして、でそれもあってこういうふうなこうカラーを選んでます。ちょっとね、視覚効果みたいなものもあって、例えばまあワームなんかでこう当たりをこう取ってる時ってあるじゃないですか、こうポンポンポンで当たり取ってハンドルから手離れて、でもこう目線はもう向こうに、カバーの中だったりとか水面ラインとかに行ってるわけですね。でその時にパッとこう掴んで糸吹きを取って、またアクションして、でまたこう取ってっていう時に、こう全くこう視線が向こうにあっても、結構派手だとね、もう探さなくていいんですよね。もうこうあないやみたいな感じでこうスカることもなく、操作しやすい。だからまあまあとっさにこうフッキングしてパッと取って、合わせるとかっていうのも、目線が例えば向こうにあったとしても、こう目の隅にこう映りやすいというか、そういう効果もあって、僕は結構派手めのものっていうものを使ってます。まあなんていうんですかね、リールにこうかぶせるハンドルノブにこうかぶせるやつとかってあったじゃないですか。あとフットコントロールの、エレキのフットコントロールのこう引くやつとかも結構派手なやつがあって、でそれが、まあ、全体にね、こうちょっと最近はこう地味めなものの中にワンポイント入れていくっていうのが結構なんかね、人気というか、まあ、かっこいいかなということでやってます。なのでまあ自分が好きなのは、まあ、こういうこうちょっとこう派手めなカラーですね。こういうちょっと色の激しいカラーだったりとかで、あとはまあこういう、まあ、グレー系の中にワンポイントチックでグリーンだとかイエローだとか入ってるカラーで、こういうカラーも僕は非常に好きです。でただやっぱり人気なのはね、こういう地味めなものが人気ですかね。多分皆さんあんまり派手なのが好きじゃないのか、なんかね、不思議なもんで、リールのパーツあるじゃないですか。こういう、なんていうんですか、こういうとことか、こういうとことかに、すごいカラードパーツ使う人が多いんですけども、なんかノブは黒がいいっていう、まあそういう、こう、ちょっと僕とは違うなという人たちには、まあこういうカラーが人気かなと思います。で、あとは、まあこういう、こう、リアルな、こう、カモフラといいますか、こういうジャングルみたいな、そういうカラーのものが、好きですよっていう方もいらっしゃいましたね。なのでまあまあ好みでいいかなと思います。ハンドルノブ形状としてこう軽くつまめる、これはね非常に重要だと思うんですよね。こう指、例えば普段巻いてる時って2本ぐらいで巻いてて、でもこう
フッキングの時ってやっぱりちょっとこう引っかかりがある方が抜けにくいというか、合わせの時にパンとこうスパンと抜けるようなことがやっぱりこうない。で、まあ丸なんでこう全然こう選ばないじゃないですか。例えばフラットだったらパッとつまんだ時にこう、なんか分かります、こういう面をこうつまめるだけならともかくこう縦にこうつまんでしまって急いでこう戻すみたいな、そういうものもないんで、丸だとこう非常にとっさにつかんだ時につまみやすい。で、あとはこうわずかにね長いんですよ。わずかに長いので指2本なんですけれども、ちょっと力いるな、あのこのファイトはちょっと魚もでかいしカバー濃いなとかっていう時はこうちょっとずらせば2本でグッと強く巻けるっていう、そういうこう微妙な長さです。これがあんまりこうでかすぎると、あの、なんていうんですかね、あのカバー周りとかをあのシャロー回数打っていく、僕らみたいなシャローマンにとってはあんまりこうハンドルノブがでかいと邪魔だし、いや、あの持ち替えたりするときにこう引っかかったりとかで、キャストもあの投げてすぐに持ち替えたりとかすることが多いの で、その途中でクラッチが返ったりとかそういうことも非常に少ないので、このハンドルノブ自体の軽さでコンパクトさでとっさの時にはパワーファイトができるみたいな形状にこだわったつもりです。で、意外とこれ、外人さんとかに非常に人気がありまして、海外からの問い合わせは結構あります。多分まあまあこういう地味めなものにワンポイントというコンセプトが、日本人よりも外人の方が受けがいいのかなという気もします。まあまあもちろんみんなじゃないんですけど、まあまあそんな感じで、とっても使いやすいハンドルノブになってますので、まあ皆さんぜひよかったら使ってみてください。ではでは今日はこの辺で。